痛いのは嫌だな。いってらっしゃい。それでは本日の修行を始める。はい、ピリア先生よろしくお願いします。アスカちゃん今日も元気いっぱいだね。ひっしっしっし。そりゃあ朝からあんだけプルンプルンさせてれば元気も出るさ。ちょっとカツネ、何の話？あたいは見ちまったのさ。アスカが下着姿で寒風摩擦してるところをな。あら、寒風摩擦ですか。アスカさん、古風な健康法を知っているのですね。子供の頃、じっちゃんに教わったんだ。寒風摩擦をすると風邪をひかないって。いやいいもんを拝ませてもらったぜ。ごちそうさまでした。もうガツネーたら。ふーん、寒風摩擦をすれば風邪をひかないんだ。おお、だからひばりも毎朝やるといいぜ。ただしちゃんと窓を開けて下着姿でやるんだぞ。うん。それよりもっと健康になりたかったらすっぽんぽんでやってもいいぞ。カツラギ、お前も命知らずだな。俺の前でヒバリに変なことを吹き込むとは。ちょっと待てヤギュー、刀を抜くやつがあるか。ありとあらゆるものからヒバリを守る、それが俺の生きる道だ。ほんとラブラブだね、ヤンニューちゃんとヒバリちゃんは。ラブラブ。別にそんなわけでは。さて、おしゃべりはそこまでだ。本日はレク人形を使った基礎訓練を行う。基礎訓練ですか。お前たちがいかに成長しようとも、基礎をおろそかにする忍びは早死にする。忍びの世界で生き抜きたければ常に初心を忘れないことだ。はい。アスカ、舞い忍びます。任務開始。200連戦突破！
完了。よし、デク人形を全部倒したよ。アスカ、見事だ。ティリア先生、これからもアスカたちをいっぱいしのいでくださいね。ああ、そのつもりだ。あたいもそのつもりだ。可愛い後輩たちをいっぱいしごいてやるからな。はい、よろしくお願いします。よし、任せておきな。あたいのしごきは根節丁寧だぜ。手取り足取り、もみもみもみ、手取り足取り、ぷにぷにぷに。やはりその首、飛ばしておくか。ヤギュー、冗談だって。俺は冗談の通じない女だ。イカルが助けてくれよ。はぁ、自業自得です。そんな。ヤギューちゃん、修行も終わったからウサちゃんパフェでも食べに行こうよ。何？それはつまり放課後を二人きりで過ごし、甘いものを食べて甘い時間を過ごそうということか。まあそういうことかな。カツラギ、命拾いしたな。もはやお前と遊んでいる時間はない。俺が遊びたい相手はヒバリのみ。さあヒバリ、早く行こう。うん。ああ、二人ともちょっと待ちなさい。まだ修礼が終わってませんよ。行ってしまいましたか。ふう、助かった。しかし、たとえ首が落とされてもあたいがセクハラをやめることはないけどね。この二本の腕がもみもみできる限り。はあ、どうしてこう、みんなマイペースなんでしょう。でも私、みんなのことは大好きだよ。カツネもイカルガさんもヒバリちゃんもヤギューちゃんもみんな大好きだから、みんなで立派な忍びになるため頑張るぞ。おーって一人でやったらバカみたい。そんなことありませんわ。ええ、みんなで頑張りましょう。立派な忍びになるために。はい。よくできました。たくましいな、私。ひらめき